葵ちゃん、今年のまとめを1分で。え、なんでことのは〇〇。次の分だけしかあらへんのよ。えっと、次が28日で、その次が 1>, 1月1日。ああ、曜日変えたからか。そうです。次は明けおめことの葉です。それ気に入ったの葵ちゃんはバカにしてたけど、うちの好きなみ子なま主がお絵かき伝言ゲームでお題にしてたから、うちは無罪、無罪も有罪もないんだけど。まあいいや。時間ないんでしょそうです。急いで。 ああ、もう面倒だな。うーん。来年度から就職します。これで生活楽になるといいね。今年も一年、お疲れ様でした。その報告いる殴っていい葵ちゃんが、そういう趣味なら。違うわ。茜はどうだったのさ。うーむ。別に、去年と同じような今年やったな。そんなこと言ってるとすぐおばあちゃんだよ。そうはならんやろ。うちらは。そっか。うーん。そんなこと言ってるとすぐ地球滅びるよ。スケールいかれてんのよ。 まあでもそうやな。代わり映えのせん日常ってのもええもんやと思うで。それはそうだけど、あたしらの寿命を考えるとそれは、遠回しなしそのものでしょ。まあ、来年もゆるゆるやるよ。来年は、免許取るか、就職に免許に大忙しやな。目標は大事、あかねはどうすんのせやな。BRZ に八6バンパー計画、本気で始めるか、お、ついにか、ええ加減在庫なくなりそうで嫌やしな。 じゃあ来年も頑張っていきましょうウェイあゆかりの誕生日祝うの忘れてたああ